新宿港駅跡の地図。1975年の賢島の空中写真。新宿港駅跡が留置線になっている様子がわかる。新宿港駅は、かつて三重県島郡阿護町新名に所在した近畿日本鉄道島線の駅。賢島に所在する阿護湾に面した貨物駅であり、島線の終着駅であった。1929年7月。 鹿児島駅から 0.3km のところに開業する。当時の運行事業者は、島電気鉄道であり、賭場で三宮線に貨車が乗り入れできるよう、期間は 1067mm で建設された。島電鉄は、新珠養殖資材の輸送により成長を遂げ、鹿児島は、新珠養殖資材基地となった。新珠港駅は、当初から貨物駅であり、 かし島駅ですべての乗客を降ろし、そのまま真珠養殖資材を乗せた貨車を引いて、真珠港駅へ向かう姿が廃止となるまで見られた。戦後、三重県の真珠産業は活況を停止、長年真珠終了日本一の座を保った。しかし密食による病気の発生、水質汚染、世界的な真珠価格の暴落を背景に、 島地方の新需要食業は1965年頃から車用化していく。これにより新需要食資材基地としての賢島の役割は失われ、島電鉄を引き継いだ三重交通は貨物輸送の不振で鉄道部門の経営が悪化し、他の路線とともに近畿日本鉄道へ島線を譲渡した。島線を譲り受けた近畿日本鉄道は、 島地方の観光地としての潜在力を認知しており、1964年6月、社内に伊勢島開発委員会を設置し、伊勢島総合開発計画を策定した。同計画では、鳥場地区と島地区での開発を企画し、特に島を重視した。そして1970年の日本万国博覧会に合わせて名古屋、大阪方面から島瀬にへ。 近鉄特急の直通運転を実施することとなり、島線の期間を1 4 3 5ト、mm、ルに改めることとなった。これにより、国鉄貨車との相互乗り入れが不可能となることから、賢島新宿交換は存在意義を失って1969年7月1日に廃止された。新宿港駅の廃止と同時に、島線を行く貨車も姿を消した。駅としては廃止されたものの、 しばらくは車両の留置線として存続した。この留置線は、賢島駅構内という扱いで、賢島駅改良工事の際に特急列車ホームより一段下がったところにあった普通列車ホームを特急列車ホーム側へ移設する工事に伴って1993年に撤去された。1997年時点では、賢島駅南口から、 廃線跡の細長い草むらが海へ向かって伸びており、新宿港駅跡は空地となっていた。また、付近の休憩車地方海危険区域の看板には廃線となった区間が描かれたまま残っていた。2003年7月16日には、賢島新宿交換の廃線跡に沿った阿護町道に地元のボランティア団体、 好きです。カシコジマざの絵画、つつじ100株と話すベリりユ二250株を植栽した。2014年時点で、鉄道以降を現地で確認することができなくなっており、2016年時点で、新宿港駅跡は駐車場を溶かした。2016年3月、カシコジマ根弱物語第2弾と題した企画展が、島市歴史民族資料館で開催され、その中の展示の一つとして、 営業当時の新珠港駅とその後地を比較した写真が公開された。新珠養殖資材の積み下ろし、水産物の出荷などに利用された。ありがとうございます。